ときめきメモリアルガールズサイドは貴族一途ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回は臨海公園に行ってきたところですね。で、今日は多分彼はバイトのはずで、まあさすがに3日間じゃ誘われないと思うから、普通に9日のデートに誘おうかな。ちょっと意外といっぱい今年デートしないといけないねちょっとたまにやっぱお誘いをしてほしいよね、日曜日の節約的な意味も込めて。こちらは留守番電話サービスです。ただいま電話に出ることができません。ご用の方はメッセージをどうぞ。どうしようかな。遊園地いっぱい行かなきゃいけないから行くか。藤本しおりです。5月9日に遊園地に行きたいんだけど、一緒にどうかな。あ、騎乗くんからかな。もしもし。あ、騎乗やけど捕まってよかった。こんなんでデートの機会逃がしたらもったいないもんな。わざわざ電話ありがとう。あ、なんか新鮮でいいなその日開けたくて絶対に行くわ。あ、いいねいいね。ほんと？じゃあ5月9日にバス停で待ってるから。あ、楽しみやな。やった、早く5月9日が来ないかな。はい、じゃあ、今日は遊園地に行ってきたいと思います。あのパーカーはグレーっぽく見えるけど、流行色の白のはずなんで、久しぶりに流行色を着てこう。ごめん、待った？この俺を待たせりゃなんて悪いやっちゃで、ほんま。せっかく早めに来たのにな。まあ相手が自分やったら怒られへんわ。お、その格好。え、ああ、この格好。お、やっぱ自分そういう服がよう似合うで。でもってバッチリ流行色やし、やるでこの子は。騎乗くんってこういう服が好きなのかな。な、行こうか。ん？何や？今日えらい積極的やな。ほんじゃ入んで。お、今日はおとなしゅうしとこうかなさてどれがええ？どないしたんよ？自分、ええ匂いやないい匂いしちゃった。ごめんね、そんなところ、そんな気分が良くなったところで最後だからメリーゴーランドに乗りたいの。よっしゃ、ちょうど俺も乗ってみたかったんやん？嘘おつ。女の子の手って柔らかいな。け、まさかマジやったとは。冗談やとばっかり。どないしたんよ。抱っこしたろか、それともおんぶがいい？お姫様抱っこがいいな。腰が大丈夫なら あかん、何度乗っても恥ずかしいとしか思われへん。どないしたんよ。あ、くっつきすぎやなかなかド S だなじゃあこれでときめき会話ですね。そんな騎乗くんと一緒が楽しいのそんな嬉しそうな顔せんといてくれ。お、あかん、なんや盛り上がらへんこの顔。ああ、それや、あかん、また次も断れへんような気がする。めっちゃ楽しかったけど。しおりちゃん、俺に気使ってへん？お、自分とやったら何してても楽しめそうや。やったね、今日のデートバッチリ好印象。中学生とちゃうからな、まだちょっと早いな。どっか寄り道でもどうや。うん、行く行く。
よっしゃ、ノリやで。じゃあ行こうか。ん？何や？え？手つないで帰ろうや。手をつないでもらっちゃった。そういえば、ずっと手つないだままやったな。ん？何や？ええで、また一緒に行こうな。ありがとう、家まで送ってくれて。何言うてんねん、こんなん当たり前や。あんじゃな、しおりちゃん。貴族に家まで送ってもらっちゃった。あ、貴族からメール。今日は寝るまで自分のことで頭いっぱいや、責任取ってくれる？嘘だって。ちょっと恥ずかしい、でも嬉しいな。寝るか。ちょっとそろそろ斉藤くんに会いたいから頑張ろうかな。ちょっと連続デートにしてないけど、連続デートしてても意外といけないからな。ちょっと斉藤くんに会いたいから連続デートにしようと思ったけど、今週ちょっとあれだ、下校が来るっぽいからやめよう。もしもし、以上やけど。あ、貴城くん？私、藤本しおりだけど。ああ、今、ちょうど俺からかけようと思ってたんや。ねえ、今日は何か用か。5月23日にゲームセンターに行かない？行く行く、今すぐでもええぐらいや。じゃあ、5月23日に駅前広場で待ってるから。よっしゃ、楽しい一日になるとええな。あんじゃ、期待して待っとくわ。やった、早く5月23日が来ないかな。今週はバッチリ頑張ったよね。なや、最近自分スタイル良なったんとちゃう？こう、メリハリっちゅうか。やったね。はい、じゃあ、今日はゲームセンターに行ってきたいと思います。おっ、やった。あれ、騎乗くんまだ来てないみたい。騎乗くん遅いな。ねえねえ君、高校生、無料でお肌の検査とかしてあげちゃうけどどうかな。しかも今ならおまけとしてバカ高い化粧品を買わされたりするんだ。お得だよね。なんか誰かの時もこんな感じのなんかツッコミどころ満載なこと言ってなかったっけ。バカ高いっていうのも気になるし、買わされたりって自分で言っちゃうんだね。うわー、どうしよう。なんや、キャッチセールスっちゅうやつか。え、どんなお得な話やろうと今はデートの方が大事なんや。どないしたんや。何ターンあるか。遅れてすまんな。騎乗くん、ほら帰った帰った。あ、2ターンある。うん、怖かったやろ。ここは当社の製品をよろしく。引きは早いね、やっぱり。ありがとう、騎乗くん。いや、遅れてすまんな。さあ、気分直しに楽しく行くや。今日は何しよう。ん？何や？やっぱりこの服、エプロンしか見えないな。さて、どないしょ。ビデオゲームにしようよ。ほんじゃ、両替してくるわ。どないしたんよ。女の子の手って柔らかいな。お、プライズの景品新しくなってるやん。どれ狙おうか。どないしたんよ。男は狼やから気をつけなさい。あら、言われたことない。これでときめき会話ですね。宝石のついたキーホルダーが欲しい。宝石？お前、ガラス玉やのに
ほんまの宝石みたいに光ってるわ。ん？なんや？どうしたの？赤くなっちゃって。ギュってしたのか？嘘。そうか。ああいうのが好きなんやな。しおりちゃん。え？今の俺には本物は手が出えへんし。え？とりあえずあの景品で勘弁してもらわな。よっしゃ、気合い入れてゲットするで。めっちゃ楽しかったけど。しおりちゃん、俺に気使ってへん？ん？なんや？自分とやったら何してても楽しめそうや。やったね、今日のデートバッチリ好印象。中学生とちゃうからな、まだちょっと早いな。どっか寄り道でもどうや？どないしたんよ？どないもしてません。うん、行く行く。よっしゃ、ノリやで。じゃあ行こうか。ん？なんや？今日のデートももうおしまいか。このまま話したくなくなりそうや。騎乗くん？ありがとう、家まで送ってくれて。何言うてんねん、こんなん当たり前や。あんじゃな。しおりちゃん、騎乗くんに家まで送ってもらっちゃった。あ、騎乗くんからメール。今日は寝る場で自分のことで頭いっぱいや、責任取ってくれる？嘘だって。ちょっと恥ずかしい、でも嬉しいな。とりあえず斉藤くんに会えてよかった。出ないとき出ないからな。次は、まあ、じゃあ一安心したところで、ちょっとたまに誘われたいんだけどなかなかでも待って、来週さ体育祭？あ、パンダ大丈夫か。次の週でいいから誘われたいな。あ、騎乗くん、私藤本しおりだけど。ああ、今ちょうど俺からかけようと思ってたんや。ねえ、今日は何か用か？その道ちょっとこの週は封鎖しておきたいし、ね、押さえておきたい。6月13日にライブハウスに行かない？行く行く、今すぐでもええぐらいや。じゃあ6月13日に駅前広場で待ってるから。よっしゃ、楽しい一日になるといいな。あ、じゃあ期待して待っとくわ。やった、早く6月13日が来ないかな。しおりちゃん、ちょっとええかな。あれ、貴族どうしたの？改まって。聞きたいんやけど、今度の日曜日ってどないや？買い物以外だったら用事があるとこならいいよ。どないって言われても。ほら、なんかあるやろ、暇で暇でしゃあないとか、誰かに誘ってほしいなとか。うん、特に予定はないけど。一緒に買い物とかどうや？付き合ったらで。安定の買い物な。臨海公園で二人の愛を深めるっちゅなでや。こないだ行ったばっかだけどな。ちょっとでもこないだ行ったばっかすぎるな、さすがに。ほんならボーリング場行かへんか？ボーリング場、あ、まあ、あるけど、あるっちゃあるんだが、まあ、ちょっと一旦考えるか。自分の水着姿が見たいから温水プール行こう。ちょっとね、プールあたりが最近行ってないしいいなと思ってたんだよ。行きましょう。うん、よっしゃ、あ、じゃあ決まりな。じゃあ今度の日曜日、公園入り口で待ち合わせでいいかな？ええに決まってるやん、期待してるし。キャンセルとかなしやで。やった、騎乗くんからデートに誘われちゃったよ。はい、じゃあ、今日は温水プールに行ってきたいと思います。あれ、今日のデートの待ち合わせ場所はどこだったっけ？
まだ来てないみたい。待ってみよっと。遅いなぁ。待ち合わせ場所、本当にここでよかったのかなぁ。すまん、待ったか。待たせる気はなかったんけど。もう俺のアホ。ううん、私も今来たとこ。ほら、はよう水着姿。いや、中に入って泳ごうや。お待たせ。どうしたの、騎乗くん。しおりちゃん、俺以外の男の前でそんなん来たらあかんで。いやー、プールに来るとお姉さん方の誘惑が多くて困るわ、ほんま。まあ見た目お姉さんがいそうなプールではないけどね。マダムしかいなさそうだけど。まあなんか手前に若いカップルがキャッキャしてているけどね。ん？何や？お母さんとかマダムしかいなさそう。この辺かな。腕でも組んどくか。じゃあこれでときめき会話ですね。だってかっこいいだろってなんだろうね。本当に困ってる？なんや、ご機嫌斜めやな。え、もしかして焼いてくれてんの？ん？なんや？水も滴るいい男とか思ってるんちゃうか？まあそれはね。なんや、俺の勘違いか。ほな、ちょっと隣のお姉さんのところへ。え？なわけないやろ。少しは信用してや。自分泣かすような真似、俺要せんわ。さあ、泳ごうか。やっぱいい、こういうところがいいよね。今日は誘ってくれてありがとう。すっごく楽しかった。おう、また近いうちに誘うわ。他の男に取られたないしな。どないしたんよ。自分とやったら何してても楽しめそうや。やったね、今日のデートバッチリ好印象。中学生とちゃうからな。まだちょっと早いな。どっか寄り道でもどうや。うん、行く行く。よっしゃ、ノリやで。じゃあ行こうか。ん？何や？え？手つないで帰ろうや。手をつないでもらっちゃった。そういえばずっと手つないだままやったな。お？で、また一緒に行こうな。ありがとう、家まで送ってくれて。何言うてんねん、こんなん当たり前や。あんじゃな、しおりちゃん。騎乗くんに家まで送ってもらっちゃった。あ、そうか、体育祭か、二人三脚。大丈夫かな。今日は体育祭、よし頑張ろう。さてと、競技に参加しようかな。ちょっとむずいんだよな、これタイミングがなんか DS と違って、なんかいまいちわかんないから。じゃあどの競技に参加しようかな。ちょっといけるかどうか。よし、二人三脚頑張ろう。騎乗くんとパートナーなんだ。なんや、二人三脚なんか誰だけは思っとったけど、自分とやったら不思議とやる気が湧いてくるわ。うん、騎乗くん一緒に頑張ろうね。これ押してんだけど、なんかね、このコントローラーが悪いのか何なのか、なんかね、やりづらいんだよな。遅めがいいのか早めがいいのか。位置について、よーい、右左右左。なんで二人に。右左。なんで今大事なとこだよ。右左。なんでよ、やばい。左。あとちょっと。右左。よかった。こ
りちょっと早めだな、早めに押さないとダメなんだな。とりあえず勝ったからよかったわ、運動パラが高いおかげで。やったで1位や、ああこれが俺らの愛の力ってやつやな。3回も転んだけどやったね、頑張った甲斐があったな。体育祭のラストはやっぱりフォークダンス、そろそろ始まるみたい。次は騎乗くんね。しおりちゃん、これはサボらんで正解やったな。あ、いやいや、こっちの話。これで終わりかな。なんだっけ、あ、ライブハウスか。じゃあ、今日はライブハウスに行ってきたいと思います。ごめん、待った？この俺を待たせるやなんて悪いやっちゃで、ほんま。せっかく早めに来たのにな。まあ相手が自分やったら怒られへんわ。しおりちゃん、よかった、似合うかどうか心配やってん。それうん、どうかな。いやもうバッチリやで。あげといてないやけど、やっぱ照れるわこういうの。な、行こか。どないしたんよ今日。えらい積極的やな。あ、ちょうど開演時間や。ほんじゃ入ろっか。どないしたんよ。暗いからよそ見してたら危ないで。混んでるからはぐれんようにな。ん？何や？女の子の手って柔らかいな。お、そろそろ始まるみたい。ビジュアル系か。まあ見た目はええのかもしれへんけど。やっぱビジュ何回見てもビジュアル系でもないじゃん。どないしたんよ？あいつら。ナイスツッコミってちゃうか。じゃあこれでときめき会話ですね。そう、これはね何でも言えるけど、そう見た目だけじゃ、そう入り口がね見た目だったとしても、本当に見た目しか好きじゃなかったら応援し続けるってことはまずないですからね。入り口が見た目だったとしても、やっぱね中身とか、こう例えばこう歌が好きとか、なんかこう違う部分がねないと、こうなかなかこう押し続けようというふうにはならないからね。見た目だけじゃあんなに人気出ないよ。そんなもんやろか。ちょっとヒントけえへんけどな。ん？あかん、なんや盛り上がらへん。私はちゃんと音楽も評価できるけどな。せやな、確かにええ曲もあるもんな。ちょっと俺焼いてんのかもしれへんわ。感じ悪い言い方してすまん。あら、めっちゃ楽しかったけど。しおりちゃん、俺に気使ってへん？どないしたんよ。自分とやったら何してても楽しめそうや。やったね、今日のデートバッチリ好印象。中学生とちゃうからな、まだちょっと早いな。どっか寄り道でもどうや。どないしたんよ。あ、間違えちゃった。うん、行く行く。よっしゃ、ノリやで。じゃあ行こうか。うん。今日のデートももうおしまいか。このまま話したくなくなりそうや。騎乗くん、ありがとう、家まで送ってくれて。何言うてんねん、こんなん当たり前や。あんたな。しおりちゃん、騎乗くんに家まで送ってもらっちゃった。あ、騎乗くんからメール。今日は寝るまで自分のことで頭いっぱいや、責任取ってくれる、嘘だって。ちょっと恥ずかしい、でも嬉しいな。あ、誕生日か。あ、そういえば明日って騎乗くんと誕生日だ。プレゼントをどうしよう。早速プレゼント買いに行かなくちゃ。何を買おうかな。
結局免許はもう取ったのかな、ライダーグローブサンリッチプレゼントもちゃんと用意したし、明日は頑張って渡すぞ。騎乗くん。あ、しおりちゃん、ひょっとして。うん、誕生日のプレゼント。あ、ほんまに。こんなハッピーな誕生日は初めてや。開けてみてもええか。うん。なんで俺の欲しかったもんがわかるんや、エスパーか。お気に、大事にするわ。やった、バッチリ喜んでもらえたみたい。気がつけばコーストレスで、とりあえず行きたいところはとりあえず行けたか。ちょっとどうしようかな。夏そんなに爪爪でもないんだよな。意外とカラオケ誘ってこないな、なんでだろう。こっちから誘うかしょうがない。もしもし、騎乗やけど。あ、騎乗くん、私藤本しおりだけど。ああ、今ちょうど俺からかけようと思ってたんや。で、今日は何か用か。あ、ここ行けたかも。6月27日にカラオケボックスに行かない？行く行く、今すぐでもええぐらいや。じゃあ6月27日に駅前広場で待ってるから。よっしゃ、楽しい一日になるとええな。あ、じゃあ期待して待っとくわ。やった、早く6月27日が来ないかな。あ、試験ね。でもちょっと寝なきゃいけないな、そろそろ。じゃあ、今日はカラオケに行ってきたいと思います。何回見ても笑っちゃうな。そう、シーズンの始まりはどうしても笑ってしまう。ごめん、待った？この俺を待たせりゃなんて悪いやっちゃで、ほんま。せっかく早めに来たのにな。まあ相手が自分やったら怒られへんわ。お、しおりちゃん、その服。え、これなんや、めっちゃ似合うてんな。一瞬どう褒めようか本気で戸惑ったで。本当に？ほんま、ほんまやって。褒め言葉で嘘は言えへんって。この服にしてよかった。な、行こうか。あれ、ミニスカート履いてたはずなのにな。何も言われんかった。まだ流行チェックしてないのか、もしかして。ん、何や。君が流行をチェックしてくれてないと脇汗かいてない？今日えらい積極的やな。ほな、入ろっか。ん、何や。脇汗大丈夫？脇汗ギューってしたのか。う、嘘嘘。服ギューってしたら絞れる汗。あがん。大声で歌っとったら喉が痛なってきたわ。ちょっとおじさん感が。何や。ギュってしたのか。う、嘘嘘。なかなかこれを付き合ってないのにこれを言える関係ってなかなかすごいよね。じゃあこれでときめき会話ですね。自分ばっかり歌ってるからだよ。あら、自分歌いたかったのか。どないしたんよ。自分ばっかり歌ってるのもなかなかすごいけどね。それはそれで俺やからええようなもん。気をつけよ。うん、実は。はよ言わな、我慢は体に毒やで。ほな、仲良くデュエットしようか。はい、叩くんで。そんな顔すんなって。シャレやん。やっぱ脇汗が気になったのかな。めっちゃ楽しかったけど。しおりちゃん、俺に気使ってへん？ん？なんや。新曲 OK って、新曲脳のところあんの。自分とやったら何してても楽しめそうや。
やったね、今日のデートバッチリ好印象。中学生とちゃうからな、まだちょっと早いな。どっか寄り道でもどうや。でも30分1リッチは安いのかな、わかんない。でも1リッチがでも、あ、でも500円くらいだとしたら全然安くないな。めっちゃ高いな。都心部でももうちょっと。どないしたんよ。間違っちゃった。うん、行く行く。よっしゃ、ノリやで。じゃあ行こうか。ん？なんや？え？手つないで帰ろうや。手をつないでもらっちゃった。そういえば、ずっと手つないだままやったな。ん？なんや？ええで、また一緒に行こうな。ありがとう、家まで送ってくれて。何言うてんねん、こんなん当たり前や。あんじゃな、しおりちゃん。騎乗くんに家まで送ってもらっちゃった。あ、騎乗くんからメール。楽しかったで、またイチャコラしようなだって。やった、騎乗くんすごく喜んでるみたい。はい、ということで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。